イ住5型潜水空母は、大日本帝国海軍の潜水空母の艦級。零式小型水上偵察機を搭載する潜水空母である。純潜ツ型とも呼ばれる。本艦級の潜水艦は、第3次及び第4次海軍補充計画によって20隻、建造された。太平洋戦争における大日本帝国海軍が最も多く建造した大型潜水艦である。 以後第36潜水艦を除いた艦はすべて沈没した。設計にあたっては、純潜航型を参考にしている。アメリカ海軍のワスプを撃沈した以後第19潜水艦やアメリカ本土砲撃を行ったほか、搭載機でアメリカ本土空襲を行った以後第25潜水艦などはこの艦級に属している。改良型にイ、e、40型潜水艦と、 五54型潜水艦がある。また、本級を含めた、巡戦オツ型は、主力たるを期待された、巡戦各型のうち6割以上を占めるにもかかわらず、小船撃沈数は、日本潜水艦によるそれの4割程度に止まっており、低評価されがちな日本潜水艦隊を象徴する、クラスでもある。1937年度の丸三計画により、 一七型潜水艦の発展型として計画された。同時期に計画された高型潜水艦から潜水船待機関設備を除いた形で、排水量や全長は若干小さい。兵装は、高型とほぼ同じで魚雷発射艦6門を艦首に装備し、魚雷を17本搭載した。14センチメートル単素砲が5艦板にあり、25ミリメートル連装機銃が1機を、 有している。航空偽装も、高型と同様に、司令塔全部に航空規格納音を設置し、推定一機を搭載、全甲板にカタパルトを装備した。航空機上げ収納用のデリックも装備されている。本型は丸3計画で6隻建造され、太平洋戦争開戦前に竣工した。続く1939年度の丸4計画で14隻、建造され、 1943年4月までに、竣工している。1941年のマル級計画において、計画された6隻は、計画番号 S37 バイトと改められた。最大の違いは主機を、純線3型と同じ関本式1号項10型ディーゼルを搭載したことである。詳細は、イオ1 0型潜水艦を参照のこと。 1942年のマルツイ計画では7隻の建造が計画され3隻が完成。4隻は建造取り留めとなった。計画番号は S37C で戦時急増のための簡易化された艦型である。詳細は e 5 4型潜水艦を参照のこと。ミッドウェイ海戦後の改め丸号計画では32隻の建造を計画したが、 戦局悪化のためすべて建造取り留めとなった。これらは計画番号 S49A とし、全部に備砲を設置、航空設備は後部へ移動、また機雷敷設ができる計画だったと言われている。1942年5月に公表的でのシドニー攻撃に参加した E27 は、公表的搭載のため、後部の14センチメートル砲を撤去したと思われる。 1944年後半に残存していた E36、E37 は、後部の14センチメートル砲を撤去し、回転4機を搭載した。またこの時期22号電炭を格納搭乗部に1機、環境上に逆単1機を装備したと思われる。1945年に入り E36 は、さらに全部の航空兵装を撤去し全部に回転2機を搭載。 合計6機搭載となった。13号電探搭載はこの時期と推定される。日本海軍の一等潜水艦で一番多く建造された本型は、その長大な航続力により東はアメリカ西海岸から西はアフリカ東岸まで活躍した。また、県独潜水艦作戦に3隻が選ばれ、大西洋まで活躍の場を広げた。本型とその改め型である。 オツ型改め1、オツ型改め2を含めた、総撃沈トン数は、日本潜水艦全体の42%に達した。撃沈席数の順位では、E27 が、日本潜水艦、第2位、E26 が、日本潜水艦第3位、E21 が、日本潜水艦第4位と、上位5席のうち3席をオツ型が占めており、 激沈トン数の順位でも、E27 が日本潜水艦第2位、E26 が日本潜水艦第3位、E21 が日本潜水艦第4位、E37 が日本潜水艦第5位と、上位5隻のうち4隻をお型が占めている。多くが1943年から1944年にかけて激沈され、終戦時には1隻しか残存しなかった。 主な活躍は、以下の通り姉妹艦20隻のうち、横須賀鎮守府の E26 までの7隻は、巡戦兵型5隻と共に4個潜水隊を編成。クレチンジュの E27 から E30 までの4隻と、E31 から E33 までの3隻は、それぞれ1個潜水隊を編成した。それぞれ、横須賀鎮守府、クレチンジに配備されたため、 横コの固有番号の一から十まで、クレチの固有番号の十一から二十までの番号の潜水隊である。三十四以降の巡航艦は、訓練部隊のクレ潜水船隊及び、それを改変した第十一潜水船隊で、訓練の後、三十四、4三十五は、第五艦隊に編入。三十六以降は、第十四潜水隊及び、第十五潜水隊に編入され、 三十四、4三十五も後に、第十五潜水隊に編入された。横須賀鎮守布石の i 十五、i 十七と、巡潜兵型の i 十六で編成。c 一型からなる先代の第一潜水隊が、所属艦の除手により九百二十九年四月一日に、解体されて、以来、四代目となる。昭和十七年二月一日に、第二潜水隊の i 十八。 e 2 0と入れ替わる形で、e 1 5 e 1 7が、第二潜水隊に転出した。昭和18年9月25日に、解体された。横須賀鎮守述席の e 1 9と、巡戦兵型の e 1 8 e 2 0で編成。A 姿からなる仙台の第二潜水隊が、所属艦の助席により1929年4月1日に、解体されて、以来、5代目となる。 昭和17年2月1日に第1潜水隊の E15、E17 と入れ替わる形で E18、E20、e、が第1潜水隊に転出した。昭和19年4月25日に解体された。横須賀鎮樹布石の E21、E23 と巡潜兵型の E22 で編成。海中1型、海中2型からなる先台の第3潜水隊が 所属艦の除籍により1932年4月1日に解体されて以来5代目となる昭和17年12月15日に解体された横須賀鎮守布石の E25、E26 と巡船兵型の E24 で編成 L2 型からなる仙台の第4潜水隊が所属艦の除籍により1940年4月1日に解体されて以来 三代目となる。昭和17年8月10日に解体され、所属艦は第二潜水隊に編入された。クレチンジュフセキのイ27、イ28、イ29、イ30で編成。海中4型からなる仙台の第14潜水隊が1938年12月1日に解体されて以来三代目となる。イ30と E29 は県独潜水艦作戦に参加した。昭和18年12月15日、E29 が県独潜水艦作戦に参加するため、解体された。クレチンジュフセキの E31、E32、E33 で編成。海中2型、海中3型からなる仙台の第15潜水隊が、1933年9月1日に解体されて、以来2代目となる。 e 3 4は県独潜水艦作戦に参加した。戦局の推移とともに、南太平洋からフィリピン方面、沖縄方面と行動範囲を移しており、編入艦も多岐にわたる。ありがとうございます。